オバマ市立オバマ第二中学校は、福井県オバマ市の地瀬町にある市立中学校。通称、オバマ二中、二中。オバマ市内の中学校としては、オバマ市立オバマ中学校に続いて1953年9月に設置された。発足当初は、中田口、田今富、尾乳、松永の各地区を校区として、生徒数473名、他に、 中七分校上、根頃分校、口名だかり教場があった。生徒数は2010年代前半には約500人前後で推移している。通学範囲は小浜市東部から同市西部までである。立地は小浜市の中心部に位置するが、この一帯は小浜中学校の校区であり、地元の居住者は進学しない。英語科と数学科で修熟度別授業を行っている。 オアシス学級という名の特別支援学級が存在する。若狭地方内の公立中学校では最大の規模である。山本和夫作詞、真嗣清作曲以下出展は、小浜市教育委員会ウェブサイト。卒業生総数は15,833名。学校遠隔小浜市立小浜第二中学校。小浜市立小浜第二中学校ギャガム。 ハット AB 修学校についておばまし、教育委員会。ありがとうございます。